うわ、気持ち悪い。モンキーさんです。まあ、こうやって、ちゃんとした動画撮るのはね、めっちゃ久しぶりだと思うんですけども、いろいろね、忙しかった。いつも忙しかったっていう言い訳しとるな、俺。正直言うとそんなに忙しくないんやけどね。ただただサボって、引き伸ばしにされてるだけなんやけど、それをもう忙しかったって片付けたいだけっていう。まあ、そんな話は置いときました。皆さんね、今流行ってる、とあるアプリをね、ご存知でしょうか。もう終わったかな。まあ、少し前にね、スーパー流行った、もうツイッターでバーっていっぱい出てきたアプリがあってね、それが何やっけ、フェイスプレイアップルかな。あ、アップルはフェイスプレイっていうアプリがね、まあこれどういうアプリかっていうと、多分皆さん分かりやすいところで言うと、女の子になれるアプリですね。自分の写真をアップロードしたら、それがなんか勝手に動画になって女の子の顔に当てはまってるっていうやつでね、僕もその流行りの買いたいなって思いまして、ちょっと一旦試しに俺の顔でやってみるか。俺今カメラの前自撮りしてるのめっちゃ重くない？お、来ました。あーでもなんか、美人なのかな？いや、気持ち悪くない？あ、でもこのアングルちょっといいかも。ね。こんにちは。はい、ありがとうございます。気持ち悪い。どうせやからロングヘアでもやってみよう。来た。いや、これはキモい。っていうのはさておきね、ここからが本題なんですけども。まあ、今時ね、普通にやっても面白くないかなということで、今回ね、今回こういうものを買ってきました。はい。というわけでね、お菓子が今、8個あるわけなんですけども、皆さんこの共通点わかりますでしょうか？お分かりでしょう？ね。パッケージになんかよくわからんキャラクターが書いてあるお菓子たちです。まあ、つまりね、もうわかったと思いますけども、今日やりたいのは、この子たちを女性としてみよう。はい。やつです。まあ、ただね、ちょっと思ったのがさ、まあ、これ僕、さっきね、コンビニに買いに行ったわけですよ。あ、これ変わるわ。まあ、でもね、やっぱ、僕お金ないんで、こんだけでも結構ね、高級なわけですね、僕からすると。まあ、でもね、せっかくちょっと思いついたからやりたいなと思ってね、これも買うかって思いながら、箱に入れて、レジ通して、で、コンビニ館は帰り道に、俺これ、買う必要あったかなって。ネットで画像を調べて、それ写せばいいんじゃねって思っちゃったんですよね。なんなら、なんでお菓子のパッケージにしたんやろうっていう。もうちょい、無料でいくらでも手に入るもんあるのになって思ったんですけど、もう買っちゃったんで、ちょっとやってみようと思います。いや、マジでね、できるかが本当にわからんのでね。また、ちょっと期待してやってみようと思います。レッツゴー。エンジンナンバーワン、ポテトチップスの、こいつ。名前あるのかな、こいつ。ポテトチップス、キャラクター、ポテト坊や。ポテト坊やですって。エンドリーナンバーワン、ポテト坊や。あ、待って、違うわ。通称ポテト坊やと呼ばれていますが、正式な名称はありませんって書かれてるわ。あ、じゃあ、エンドリーナンバーワン、通称ポテト坊や。やっていきましょう。まず顔認識をしてくれるかがね、非常に重要。なんで打ち亀しかないんよ。アプリが打ち亀しかできんから、一旦普通に写真撮ってそれをアップロードせなあかんわ。めんどくしい。はい、これですね。これをやっていきまーす。あ、顔が認識できませんでした。ダメでした。いや、そっか。そうだよなー。そうだよなー。エントリーナンバー2。ターン王子。ね、ターン王子って書いとるわ、こう。その名前やったよな。よし、パシャってやるぜ。よし、行け。ダメだー。やばい、どうしよう。このままじゃ企画が完全におしゃから。エントリーナンバー3、プリングルスおじさん。プリングルスキャラクター、ミスター P。ミスター P だって。エントリーナンバー3、ミスター P。いやー、無理だろうなー。はい。はーい。ダメでしたー。エントリーナンバー4。コアラ。コアラだよね。コアラ以外の名称ないよね、これはもう。コアラのマーチキャラクター。コアラのマーチくんやって。コアラのマーチくんなんだ。勉強になります。これはね、ちょっと平面にしたいんで開けます。よし。で、写真を撮って、パシャリ。で、アップロードすると弾かれます。
え、カンちゃん、打ちカメあったら行けたりとかせんかな。あかんか。エントリーナンバー5。豚麺のこいつ。豚麺、キャラクター。豚麺くん？え、なんかさ、これいつやろ？いつかわからんけど、豚麺くんの本名を決めますキャンペーンでやっとったんやって。結局名前は何なん？とりあえず豚麺くんです。いや、絶対無理やん。絶対無理やん、こんな。はい、わかってました。エントリーナンバー6。ベビースターラーメンのこいつ。ベビースターラーメンキャラクター。星尾くん？あ、なんか聞いたことあるわ。星尾くんやってさ。はい、星尾くん頑張ってください。ん？ん？ なんか、待って。この、わかる？ここ顔写したらさ、ここに四角が出たんやけど。一旦やってみていい？なにどこを顔と認識したんやろ？なんで？ダメだって。認識しとる時点でお前の負けやでな。エントリーナンバー7。ハリボーのクマ。ゴールドベアなのかな？この味の名前がゴールドベアなんやけど。これキャラクター名やったりする？ハリボー。キャラクター。ゴールドベアでいいんだ。ゴールドベアらしいです。あー、ダメだ。ラスト、エントリーナンバー8。ペコちゃん、ペコちゃん頑張れ。君にかかってるぞ。割とね、あり得るというかさ、ペコちゃん女子やん。ペコちゃん女子やった。そっか。一応やるだけやってみよう。いや、これでやるのはもはや、ペコちゃんに失礼やけどな、それ。お、綺麗に撮れた。はい、お願いします。ダメでした。なんかないかなぁ。なんもねぇ。なんもないよ、どうしよう。終われないよ、こんなんじゃ。エントリーナンバーない。ひえぴなのおっさん。エントリーナンバー10。ジャック。お？ありえるぞ？ありえるぞ、これは。捨て駒のつもりやったんやけど。全部ダメやーっていうやつにする予定やったんやけど。ワンチャンある。え？あれ？ミスター・ビーンさんですか？